カノナガノブ、カカユーラクズ病部佐々木屋土桃山時代の風流踊りの様子が描かれている。風流踊り、または風流とは、中世芸能の一つで、鐘、太鼓、笛など林物の気楽演奏や小歌に合わせて、様々な衣装を着た人々が群舞する踊りである。室町時代に流行した、華やかな衣装で着飾り、または仮装を身につけて、鐘や太鼓、笛などで林し、 歌い、主に集団で踊る踊りである。後には、華麗な出しの行列や、その周囲で踊った踊りを含めて、風流と称した、液震災や、念仏、田楽などに機械を持つ芸能と考えられている。文明9年まで続いた、応仁文明の乱以降、特に盛んになり、踊りを中心に広まった。歴史的には、 報告サイズ屏風に描写された、慶長9年の豊臣秀吉七回忌における、報告神社の風流踊りがよく知られている。江戸時代に入ると、一回生の趣向を凝らして、人目を奪うといった風流の精神は失われ、固定化された踊りとして、各地の農村に定着した。風流踊りの踊り歌は、武家の視点に立った武家好みの歌詞が多く、反省下において、 雨乞いの一手段として、奨励、助成された。多くの風流踊りは、継承が途絶えたが、三重県伊賀地方などでは、現在も継承されている。後世、猛者異例のための念仏踊りや盆踊り、雨乞い踊り、虫送り、太鼓踊り、浮き立、剣舞、迎え子、仏、舞、小歌踊り、元人踊り、綾踊り、八つ踊り、花笠踊り、 棒踊り、祭礼林、三匹騎士師、舞、太鼓打芸など、多くの民族芸能、民族行事の源流となった。令和2年2月、文化庁より、風流踊りが、本年度のユネスコ無形文化遺産への提案候補として選定された。ありがとうございます。